はい、というわけで皆さんこんにちは、てつるです。今回はこちら阪急電車準特急大阪梅田駅に乗車していこうと思います。さて皆さん、阪急電車の準特急というのは、今年のですね12月の17日でしたっけのダイヤ改正で登場したんですけども、今回は学校行く前にですねギリギリ時間があるということで、短区間ではありますが新開地から乗っていこうと思います。こちらが準特急大阪梅田駅、ただいま新開地駅を出発しました。基本的に神戸本線の特急電車は新開地と大阪梅田、阪急の大阪梅田の間をですね行き来しているものになるんですけども、こちらの準特急は朝1本のみの運用、朝1本の準特急も新開地始発大阪梅田駅というふうになっております。停車駅は普通の特急よりも少々多め。次は高速神戸に停まります。高速神戸では阪神線とのお乗り換えと言いましても、山陽電鉄や阪神線の直通先などもいろいろありますので、また阪神電車以外の車両を見れるというのもこの高速神戸新開地間の魅力です。ということで、放送でセミリミテッドエクスプレスというふうに案内がありましたが、英語放送で準特急はセミリミテッドエクスプレスというふうに言うそうです。さて高速神戸駅に到着です。扉が開きました。ということで扉が閉まりまして、この阪急電車そのまま梅田方面へと分岐していくことになります。阪神電車であればこのまま地下を、そしてこの電車は花熊を出ますと本社地上に出まして、阪急神戸三宮へ至るということです。この大阪梅田まで行くこの電車ですが、次の花熊を出ると神戸三宮、六甲、岡本、宿川、西宮、北口、塚口、地蔵、そして終点の大阪梅田に停まるようになっています。さて間もなく花熊に到着といったところ、この LCD の右側に行き先、そして左側にこちらの阪急電車の案内であったり広告であったりが流れるようになっております。準特急といって種別が変わるだけで車両などは全く変わらないんですね。さて扉が開きまして花熊駅に到着です。花熊は地下駅、そしてただいま出発いたしました。この電車準特急大阪梅田駅、放送で準特急大阪梅田駅ですという放送があったのは高速神戸到着前だけでしたね。神戸三宮到着前は時間がないからか、そういう案内はなかったです。オートライナー、地下鉄、JR 線がお乗り換えですという話です。ここから大阪梅田まではこの阪急電車の方が安く着きます。新快速の方に乗ると JR は大阪梅田、そうですね、三宮から梅田大阪までが320円が阪急で、JR が確か420円でしたっけね、そんぐらいかかります。そして神戸三宮に到着、阪神線の神戸三宮駅は少し離れております。そしてポートライナーは JR の南側、また少し離れています。阪急は神戸三宮の乗り換えはちょっと面倒くさいかなという場所にあります。また地下鉄も乗り換えですね。さて一瞬でしたが、このように神戸三宮で今回は終わることにします。そうじゃないと学校が間に合わないんですね。この日は終業式でした。ということでこちら神戸三宮駅に到着です。二面三線の内側一線だけがですね両端のホームになっておりまして、内側に普通電車、各駅停車が止まり、外側には準特急、特急などが止まります。新開地を出ると高速神戸花区は神戸三宮、六甲、岡本、宿川、西宮、北口、塚口、中層、そして終点の大阪梅田と。さて降りてまいりました準特急大阪梅田駅、このような幕を見ることができました。こちらは LED ですが、幕車だったらどうなるんでしょうかね、ちゃんとあるんでしょうか、見たことはありません。ではですね、もう発車していきます。ここで準特急お前もうお別れかという感じなんですけど、これちょっとここの三宮で降りとかないとですね、電車の間に合わないんで、学校に間に合わなくなるんで、今回はこれだけにしておきます。また今度ですね、夜の新開地
から梅田までの、ね、準特急であったり乗れたらですね、ぜひ動画にしたいなとは思っております。準特急は僕もすごい興味のある電車ですので、また動画にしたいなと思っております。ではですね、今回ご視聴ありがとうございました。今回は準特急大阪梅田駅に3区間だけですかね、学校の駅前にちょっと、ね、乗ったという話でした。こんな感じですね。普通大阪梅田駅直通特急、通勤特急でした。はい、こちら側時刻表を見てみるとずっと書いてあって、下に準特急のマークが書いてあります。準特急はピンク色の背景に赤枠、こちらが準特急ということで、朝見てみるとこちら6時ちょうどに神戸三宮を出発する列車しかないということです。この1本だけなんですね。西宮北口で各駅停車と接続するそうです。そして夜には22時台、23時台、21時台の後半にこのように準特急が何本かあります。土日に関しても同じで平日朝と一緒ですが、夜の時間帯は少なくなっております。今度こそ本当にご視聴ありがとうございました。12月17日ダイヤ改正阪急全線ということで、この模様になっております。ご視聴ありがとうございました。